投票率、どれ <music> はいどうも令和元年10月29日です自衛隊あの現役時代のですねあ、まあ、今も半分現役なんですけどねこうやってねあの、まあ、ちょっと即応予備自衛官やってますね最近ちょっとあまあお役には立ってないですけど、うん、まあいいやということで、えー、自衛官の,あのなんだ投票率について とととといいいうことでちょっと考えてみたいと思います、まあ、全員がね、のことは私も調べることはできないんで、少なくとも私が現役の時にいた舞台がどうであったかということをお話したいと思います。まず、どんな選挙であっても、投票率、どれぐらい高いかっていうと、もうほき、限りなく100%に近い投票率であったと思います。若い自衛官は全員両住まいなんですけど、もう選挙に行ったかどうか、もうその日ね、必ずその聞かれるんですよ、当直っていう人たちにね、選挙行ったかって。でね、いやいや、行かなくたっていいじゃんって思うじゃないですか。 までもね一応こう、選挙行ったかって聞かれて行ってないのに行きましたってなかなか言えないじゃないですか。で、実際にあの連れ立ってみんなで実際に行ってました。うん、でほとんどその全員行ったかどうかをこう確認するぐらいなんであの、まあ、本当に行ってますよ。で、そういう生活を当たり前にしてると例えば結婚して寮の外に出ますよね、結婚します。それでも私、その習慣はそのままだっです。ありとあらゆる選挙っていうのにはもう確実に参加してましたね。 なので、まあ、ほぼ、まあ、100とは言いませんけどもうかなりすごいその投票率の高さだと思います、ね、自衛隊の人っていうのは、うん、しかもねあの自衛官っていうのは権利のことに関して言うとね結構制限されますよね選挙というのは、まあ、許された少ない権利の行使だと思うんですよ自衛隊員にとっては、まあ、それもそのなんか真剣になる理由かもしれませんねあとねな何があるだろうああそうそうあの保守的な感じがすると自衛官っていうだけでなんかちょっとね だからそういう政党だけに入れてるかっていうとそうでもないと思うんですよ。っていうのはあの舞台の,その先輩とか隊長とかがこれがいいよとかあの人に入れるようとかそういうことは一切言わないんですよ。その代わりにありとあらゆる政党のなんかほらせ投票所に行ったら新聞みたいなほらあの紹介のやつってないですかあれが廊下にボワッと全部貼ってあるんですよ。もうそれこそねなんじゃこりゃっていう政党のものまで細かく全部ですよ貼ってあるんですよ。 もうしっかり見ることができない、あ休み時間とか、ちょっと朝礼前とかに見ているとね、で、その中から、あこれに入れようかなって、まあ、自分でも決めたり、まあ、雑談ぐらいはしますけどね、うん、なんか、お前はここに入れようとか、そういう強制的なことも一切なかったし、つまりあの、投票だけはきっちり出ってたってことですね。で、どこに入れたかとか、当然確認もしませんし、あのねほ、例えば会社とかで似たようなことをやったら、もうそれだけでも、すごい投票率上がると思いますよ。投票率が低いのは 決してメディアのせいだけじゃないんじゃないのという話でしたそこでねこれいい論語があるんでちょっと一つね紹介しておきます、えー、死の玉枠君子はこれを己に求む精進はこれを人に求むそうですね偉い人は自分で考えて行動をしますね人のせいにはしませんと投票率が低いのをメディアのせいだけにしちゃだめだということなんですよね 今回、上田さんと橘さん、まあ、二人しかいない。どうしてもね、どっちにも入れたくないっていう意見が、この投票数の低さに関係してるとも言えますが、その参加のし、参加しないとやっぱりダメだと思うんですよね、私は、ね。参加の仕方なんですけど、どうでしょう、あの、投票所に行って、考えて、どうしてもダメなら、もう、白票を投じるとか、ね、二名とも名前を書くとか、ね、 いませんんとかってってねねどううなんでしょう、ね、あの無効票ってあの投票率に入るんですかねああちょっとこれ調べてなかったんですけど例えばその得票数とその無効票合わせたやつが投票率なんですかねだったら結構ねあの白票入れるっていうのもあのなんだ権利の行使というかその参加してるっていうことにはなるんじゃないかなと思いますはい参加せずにあのなんだ 文句だだけ言ううのもダメだっていうこといこですよね私たち大人はですね、まあ、等しく自分が関わっている選挙には参加するという意識がまずは大事なんじゃないでしょうかねそのためにはまず自分が行くとで自分で自分が関わるその選挙の情報を集めるというぐらいにしないともうそうですねもうテレビとか新聞に頼ってっちゃダメですよ、ね、自分で考えましょうということであの皆さん選挙っていうのもしょっちゅう本当あります是非ね 自ら情報を集めて自分で考えて投票してみませんか今回の、えー、埼玉補選を見て私はそう思いました名言をば元気が出る名言と離れてなんて言ったけどしっかりと論語を紹介してしまいましたね、まあ、あと自衛隊関係のはこうやってコスプレするのもいいかもしれませんね